嬉しいニュースです。こんばんは、ニュースプラス時事葉月です。12月もすでに半ば、この1年も本当に早かったですね。年末になると慌ただしいニュースが矢継ぎ早に入ってくるイメージがあるのですが、そのような中嬉しいニュースが入りました。といってもすでに広く報じられているのですが、今年5月に発表された日英共同での第6世代戦闘機の開発計画が、つい先日イタリアを加えた3カ国で共同開発することが決定したのです。これまでの戦闘機とは隔絶した性能を持つ第6世代戦闘機ですが、今回はこの次期戦闘機の開発計画についてお話ししていきたいと思います。12月9日付ロイター通信は、日本、イギリス、イタリアの3カ国が次期戦闘機の共同開発で合意したと報じました。日本の戦闘機開発がまた一歩大きく前進したというとても喜ばしいニュースですが、まずは日英イ3カ国が共同開発に同意するまでの経緯について簡単に説明していきたいと思います。次期戦闘機、仮称 F3 とは、2035年から航空自衛隊が運用開始を予定している第6世代ジェット戦闘機であり、これまで日本は国内企業主導による次期戦闘機開発を目指していた経緯がありました。しかし国内企業だけではまだどの国も実用化にまで至っていない第6世代戦闘機を開発するハードルはかなり高く、ましてや戦闘機開発の経験が乏しい日本にとっては技術的にもかなり厳しい現実に直面します。そこで海外の有力企業を協力企業として選定することでこのリスクを減らす案が浮上し、今からちょうど2年前の2020年12月にはアメリカのロッキード・マーティン社に共同開発の白羽の矢が立ちました。ロッキード・マーティン社は第5世代ジェット戦闘機である F-22 ラプターや F-35 ライトニング2を開発・製造している企業であり、協力企業としては申し分のない企業。ここまでは防衛省にとっては規定路線だったと言えるでしょう。しかし今年2022年5月、アメリカは日本の次期戦闘機開発計画から撤退してしまいます。そもそもアメリカはすでに第6世代戦闘機の実証機の飛行試験にまでこぎつけており、今さら日本との共同開発を行ったとしても日本に対する援助以上の意義は見出せず、また機体コンセプトもアメリカのそれとは全く違うことからも、新たな第6世代戦闘機開発は費用面でもアメリカにとって無駄だという判断もあったのでしょう。しかも技術供与をするにしても日本はスパイ防止法がない唯一の先進国であり、機密漏洩に関する罰則が非常に軽いのもマイナスです。戦闘機開発という多数の人間が作業に従事するプロジェクトにおいて、日本のセキュリティ管理に対して懸念があったこともアメリカが撤退した原因の一つだったのではないでしょうか。事案として日本は日本と同様のスケジュールで第6世代戦闘機の開発計画を進めており、以前から次世代戦闘機の開発について意見交換を行っていたイギリスとの共同開発に舵を切ることを決めました。その後イタリアも参画し、最終的にこの次期戦闘機の開発はこれら3カ国での共同開発が決定し、12月9日の正式合意に至ったという流れです。今後の開発スケジュールとしては、来年2023年から設計に取り掛かり、2030年頃より各種部品の生産や組み立てに着手する予定になっています。そして開発費用や機体生産に向けた作業分担およびその比率については、2024年までに3カ国間で協議の上で決定する予定ですが、このあたりは各国でかなりのつばぜり合いになるのかもしれません。というのも今回の開発計画に参画する企業は各国を代表するよりすぐりの企業から構成されており、まず三菱重工と
イギリスの BAE システムズ社が主契約者。そしてエンジン開発には日本の IHI とイギリスのロールスロイス社、電子機器開発には三菱電機とレオナルド UK が担当し、その他イタリアのレオナルドやアビオエアロも参画し、搭載するミサイルの開発には欧州軍需大手の MBDA が担うことになっています。さらにこれらの企業の下請け、孫請けと膨大な企業群が開発計画から生産に至る過程で従事することになりますので、参画する企業は数千社に及ぶと言われています。そして開発費だけで日本側の当初の試算は1兆5000億円、生産基数はまだ決定していませんが、日英だけでも200機以上の需要が存在しています。例えば1機100億円とすれば、少なくとも2兆円を軽く超え、総額3兆5000億円規模、またはそれ以上にもなる巨大プロジェクトになる予定です。ですので日英伊3カ国はきっといかに自国での生産割合を増やし大きな経済効果を得られるかについて神経を尖らせていることでしょう。これが揉めて開発遅延につながらないことを祈るばかりですね。さて今回日英伊3カ国での共同開発計画、その名もグローバル戦闘航空プログラム GCAP、 これはグローバルコンバットエアプログラムの頭文字ですが、この GCAP 実はまだ日英で同じ戦闘機を開発して運用するのか決まっていない様子です。イタリアに至って今回開発を進める次期戦闘機を採用するのかどうかも決まっていないとのことでした。日本に関しては次期戦闘機の開発プロジェクトは日本単独で動いていたので問題はないのですが、イギリスの次期戦闘機開発計画テンペストについてはすでに国際共同開発体制が構築されており、このテンペスト計画ではイギリスとイタリアのほかスウェーデンも参画しているのです。なので日英伊での共同開発には合意しましたが、スウェーデンは日本との次期戦闘機共同開発を合意しないままテンペスト計画での共同開発を行うとしています。そのためこのあたりの事情が各国メディアで錯綜しており、次期戦闘機とテンペストを共通の機体であると主張するメディアもあれば、次期戦闘機とテンペストは共通の技術を使用した兄弟機であるとの主張もあるのです。イギリスのスナク首相はスウェーデンも将来的には3カ国共同開発の GCAP に合流するとの見通しを示しているのですが、現状では特にスウェーデンが参画しなくても開発計画自体は進めることができるので、この流れではやっぱりテンペストの兄弟機が開発される可能性の方が高いようにも思えます。いずれにしろ日本独自での開発計画は茨の道だったことは疑いようがなく、そのため次期戦闘機開発の経験が豊富なイギリスや軍事技術に定評のあるイタリアとの共同開発は日本の次期戦闘機開発の成功を一段と高めるに違いありません。このほか第6世代戦闘機のコンセプトに無人機との連携が含まれているのですが、この有人機である本機に随伴する無人機については各国とも別途開発を進める模様です。この無人機、日本はアメリカとの共同開発を行うと発表しているのですが、無人機については将来空の戦闘での主役になることは間違いなく、今後日米同盟の下での無人機の共同運用が可能なように、日米で無人機に関する技術開発を行うのは理にかなっていると思います。特にアメリカはすでに NGAD、 これはネクストジェネレーションエアドミナンスと呼ばれる第6世代戦闘機開発計画を2010年代初頭より進めており、2020年9月時点ですでに実証機の飛行試験にも成功しています。この機体はまだまだ秘密のベールに包まれているのですが、機体そのものが無人機であるとする説や無人と有人の両用戦闘機であるとの説もあり、随伴機だけでなく母機までもが無人化した戦闘機を開発している可能性もあるのです。中国という
莫大な軍事予算と膨大な数の兵力を有する国と対峙する日本は、開発スピードの点からも超大国アメリカの技術などもうまく取り込みながら防衛力の強化を進めていくことが必要なのだと思います。では最後になりますが、今回の日英伊3カ国での次期戦闘機共同開発について海外からの反応を簡単に見ていきたいと思います。日本人が設計に関わればきっと次期戦闘機はロボットになっちゃうよ。今世界には実際に戦闘できるガンダムが必要です。昔のよしみで日本、ドイツ、イタリアが組んで開発するべきだったのに。スカイネットの始まりかも。ターミネーターを見る限りもう AI は進化させないでほしいんだけど、などの意見がありました。ガンダムが必要というコメントが面白かったのですが、日本イコールロボットという図式をイメージしている方がとても多い印象です。また日独伊共同開発については先の大戦を思い浮かべてのことですが、今ドイツは日英伊とは別に次世代戦闘機の開発計画をフランスと進めており、イギリスが主導するテンペスト計画とはライバル関係にあるんです。早く開発しないと相手との競争に負けてしまうので、そのあたりでも欧州での戦闘機開発は熾烈だと思います。 AI の進化を危惧するコメントは、高度な AI による戦闘兵器の台頭を心配しているようですが、確かに無人機が自立して空中戦を戦うような時代になれば、まさにターミネーターの世界が到来してもおかしくありません。本当に一昔前の映画が次々に現実になっている感もするのですが、海外では今回のニュース、期待はするものの軍事技術の発展による将来への不安など様々な印象です。ならず者国家3カ国の矢面に立っている日本としても、次期戦闘機の開発は絶対に成功させなければなりません。あと2035年で本当に間に合うのかがかなり不安なのですが、私たちもしっかり応援していきたいですね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。たくさんのコメントやいいね評価はいつも私たちの励みになっています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。はずきでした。